ルプルクワパ。4世は1908年から1910年にかけて南極地域の2回のジャンバプティスト・シャルコーの遠征を行った船である。この船はジャンバプティスト・シャルコーのために建造された4番目の船であることから4世と命名された。シャルコーは1936年9月16日にアイスランド沖で船が難破した時に戦場で死亡した。 乗船していた40人の男性のうち、生き残ったのは一人だけだった。プルクワカ、とはフランス語で、どうしてという意味で、シャルコーの口癖であり、子供の頃から探検家になりたいと言っては家族にダメと言われ続け、どうしてと聞き返し続けたことに由来する彼の信念だった。船の名前としては珍しく、マークまで含めて正式名称である。一世は、 シャルコーが1900年のパリオリンピックのセーリングにフランス代表選手として出場して銀メダルを獲得した時の乗船だった。2世以と3世で世界をめぐる冒険の旅に出ている。1907年、シャルコーは新しい南極探検隊を立ち上げ、フランスのサンマロ・フランソワ・ゴーティエ造船所で上級王、バンダービルトの資金援助により新しい船、ルプ・プルクワパ、 4世を建造した。極地探検用に設計された3本マストのバークでエンジンを備えた規範船で3つの実験室と一つの図書館があった。歴史上の探検船のほとんどが他の目的で作られた中古船の流用や改造だったのに、ルプルクワパ。4世は設計段階から極地探検船として新規設計された船だった。 1908年から1910年まで、シャルコーは、プルクワパ、四世に上官して、ピーター・マンシマでー島、彼の2回目の南極極地探検。彼は1910年に科学的発見を乗せて、フランスに戻った。シャルコーは、春節による岩石学と水中地質学の研究のための機材と方法を開発した。1912年、プルクワパ、 4世はフランス海軍の最初の航海練習船として1918年から1925年まで、シャルコーはプルコイパス、北大西洋、イギリス海峡、地中海、フェロー諸島などで様々な科学研究に従事した。主に春節による岩石学と水中地質学の研究のためにシャーコが危機器と方法を開発しました。1925年以降、 年齢による制限で、シャルコーは、北極の氷河をめぐる多くの探検のための船の指揮権を失ったが彼は遠征隊の長として、船に残っていた。1926年、シャルコットとプルコイパス ?4 は、グリーンランドの東海岸を探索し、多くの化石と昆虫や植物のサンプルを持ち帰った。1928年、プルクワパ。四世は、 飛行船イタリアで北極点を横断するために出発したイタリアの将軍ウンベルトノビレを探していたノルウェーの探検家ロアールアムンセンを乗せて遭難したフランスの大型水上飛行機ラタム47の捜索に参加した。1934年、シャルコート、プルクワパ、4世はアンマサリクでエスキモーの人々と1年間過ごし、 ポール・エミール・ビクターのグリーンランド調査を支援した。1935年、シャルコート、プルクワパ、4世はそこに戻り、ビクターは、グリーンランドが氷床の下にある3つの大きな島で構成されているとして、グリーンランドの地図を作成した。その年の9月16日、船はアイスランドの海岸を襲ったサイクロンから逃れなんとか、港に帰還した。 1936年9月、グリーンランドの調査に戻り、化学資料をビクターの調査隊に届け、探検を行った後、プルクワパ、4世はレイキャビクに立ち寄り、9月13日に燃料を再補給した。彼らは2日後の9月15日にサンマロにたどり着いた。しかし、9月16日に船が暴力的なサイクロン、嵐に巻き込まれたためアウルトネースのサンゴで、 沈没した。乗組員のうち23人が船の遭難で亡くなり、17人の生存者が救助が来る前に死亡して、最終的に相談長である友人ゴニーデックだけが生き残った。シャルコーも犠牲者の一人だった。イーレプルクはパシマワートに彼らにちなんで名付けられた。選手、バーク遠征、海洋機器、トロールモート引き網、ネジ、サウンディング機器、ウォーターボトル、 温度計、ありがとうございます。